こんにちは。今日は普段と違い自転車を押して歩いて登場です。見てください、この存在感があるビル、東京ミッドタウン八重洲にやってきました。ここ東京ミッドタウン八重洲をスタート地点にして自転車で3分程度で到着できる皇居周辺、下町の歴史あふれる神田明神まで、さらに皇居をぐるっと回る走行距離10キロ、東京の玄関口八重洲エリアとその周辺をご紹介していきます。ここ東京ミッドタウン八重洲は東京駅直結でオフィスもありショッピングもできる2023年3月にグランドオープンした複合施設なんです。エントランスの彫刻作品に目を奪われるのですが、ビル壁面には巨大なデジタルサイネージ、ビル内にはデジタルアートがあり、光にこだわったデザインになっています。今日はまだまだ自転車に乗りません。実はこのビルの地下に日本最大級の高速バスターミナルがあるんです。ショッピングエリアの中に突然現れる日本最大級の高速バスターミナル、東京駅八重洲口にバスで来たことがある方はわかると思いますが、これまでは到着する場所が路上に分散していてとても分かりにくく、雨が降ったりしたらとても辛かったんです。ただ2022年9月にバスターミナル東京八重洲が開業したことで、点在していた乗り場の半数がバスターミナル東京八重洲にまとまりました。この開業は UR 都市機構がハブになり推し進めてきたもので、3地区にまたがる一体的なバスターミナル整備に向けてさらなる開発が進められています。残りの半数も今後地下にまとまる予定です。これはとても便利です。夜行バスで到着しても分かりやすく安心なバスターミナルになりました。何より東京駅直結っていうのが本当に嬉しいですよね。では出発しましょう。これから皇居へ向かいます。東京駅から意外に近いんですよね。いやー、大都会ですけど道が広くてビルも綺麗なので本当に気持ちいいですね。交差点でも自転車専用レーンが分かりやすくなっています。東京駅周辺にも駐輪場があって自転車でもアクセスしやすいんです。ここから先が皇居のエリアです。東京の人気観光地皇居とその周辺エリア、旧江戸城の面影を残すこのエリアは桜田門や天守閣跡など定番観光地を一気に見ることができて、自転車で走るととても楽しいです。自転車走行レーンもあります。徒歩もランニングも自転車も車もいろんな人が通行しやすくなっているのが嬉しい場所です。左手には二重橋が見えます。内堀通りを走っています。皇居外苑の芝生を横目に見晴らしがいい場所なんです。空が広くて遠くまで見えますね。さっきまで東京駅の反対側にいたのですが、あっという間に行幸通りにやってきました。レンガ造りの東京駅が真正面に見える場所です。道が一直線で素敵なんです。この場所でちょっと休憩にしたいと思います。新任の外国大使が天皇陛下に挨拶する新任上皇帝式では今でも本物の馬車が通るんです。なんだか信じられないですよね。江戸時代には大名屋敷が立ち並んだ大手町は日本の中枢を担う企業が数多く立地してきました。一方でそれらの企業が入居するビルは老朽化した場合には更新していく必要がありますよね。そこで大手町では大企業が業務活動を中断せずに老朽化した建物を連鎖的に建て替える大手町連鎖型都市再生プロジェクトが進行中です。UR 都市機構がこのプロジェクトを提案し現在も推進しているんです。街が生まれ変わるのって嬉しいですよね。
神田エリアまで走ってきました。ちょっと面白い場所があるんです。神田の地元では有名なキンキン広場、子供用のパンダの遊具だけが置かれていて、 SNS ではストイックな公園、シュールな広場として話題になっています。ところでこのパンダ、名前がキンキンというらしいのですが、とても可愛くて癒されます。以前はこの場所は駐車場だったのですが、 UR 都市機構が所有管理し、2019年から無料開放している広場なんです。この後は街中を抜けて神田明神へ向かいます。小川町新御茶ノ水駅を通り、 JR 御茶ノ水駅を通過、自転車専用レーンを通行します。神田川に架かる聖橋に近づくと空が開けて気持ちいいんです。ロードバイクの休憩では珍しい場所に来ました。甘酒のお店、天の湯さんです。お店の地下に天然の室があり、その室で作り出される米麹を熟成して作られている純粋な東京産の甘酒です。歴史を感じられるお店なので、ぜひ立ち寄ってみてください。神田明神に行きましょう。神田明神は明神様の名前で親しまれていますが、正式名称は神田神社です。日本でも屈指のパワースポットなんですよ。御柱の神様が祀られており、お正月には多くの企業がお参りに訪れる有名神社なんです。鳥居をくぐると目に飛び込んでくる随神門、綺麗な朱色が映えますね。神田明神の御社殿、江戸時代当時の御社殿には至る所に徳川将軍家の葵の御紋が施されていたと言われています。現在の御社殿は昭和9年に日本で初めて鉄骨鉄筋コンクリートで再建されました。神田明神には縁結びの大黒様、商売繁盛の恵比寿様、助祭厄除けの正門様があります。ロードバイクでも安全に走行できるようお祈りしました。神田明神は近年アニメの聖地として有名なのをご存知ですか？実は神田明神は数あるアニメやドラマの舞台になっていて、聖地巡礼で訪れる人も多いんです。神田明神には源流といえるドラマがあるんです。ご存知ですか？銭形平次、制作人と神田明神から公式に認定された聖地の元祖ともいえる存在です。敷地内に有志によって建てられた石碑があり、投げ銭で使う官営通報の形になっています。投げ銭というと今は応援のイメージがありますが、銭形平次の中では武器として使っていましたね。面白いですね。交通安全の祈願ができたので、本日最後のロードバイクを楽しみたいと思います。神田明神を出て皇居の周りを一周します。竹橋からしばらく上り坂です。夕方になると昼間とは違う景色になって綺麗ですね。首都高速大官庁入り口を通過して大官庁通りに入ります。皇居の通用門として使用されている半蔵門の前にやってきました。下り坂になっているこの道は夜景を見るにはとても素晴らしい場所なんですよ。今日のゴールはこの八重洲のビルの夜景にしましょう。今回はこれぞ東京というルートでしたね。大都会と緑地という趣のある場所をロードバイクなら気持ちよく体験できるコースです。八重洲周辺エリアは昼間も爽やかですが、夜になるとビルが輝き始めてとても美しい景観で本当に大好きな場所なんです。
今回ご紹介した八重洲周辺エリアは日々進化しています。東京らしいビル群や歴史を感じる建物、都心部にある自然な香りを余すことなく感じたい、そんな時にぴったりなコースをご紹介したので、休日にぜひ訪れてみてください。